おはようございます。レッツランボイです。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。音色、ね、聞いてみてよー。はい、ということで、どうしそうですね。あ、音色、開封と、紹介したいと思います。本日5月の5日なっちゃいましたね。5日。横を取っちゃいましたね。はい、もう今日は CD を開封して、行っちゃおうよと。音色ウィーク、うん、でございます。よし、で今週はですね、音色ウィークと題しまして、もう全ての動画が音色に染まっちゃうよっていう、うおー、音色に染まっちゃう、はい、そういう動画になっております。それでは早速いきたいと思います。さあ、来ました、我々の開封行きましょう。たらーん、グッズですよね。なんだか今回は何がついてるんですか。我々初のアクストじゃないですか。なんかこのサイズ感だとみんな可愛いね。慎太郎くん可愛くね。なんか棒立ち感が。特典内容、キャラスタンド、これだ。ウィー、これちょっと作ってみようよ。ウィー、もう作るんだよ、これ。ウィー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 、テスト、はい、お願いします。ウィーウィーウィー、あ、これを、お、すごい、スマホケースなどにも入れていつでも持ち歩けるだって。これをで、これ見たら完全に簡単わかるじゃん、うん、あとポラロイドクーカード、これだ。で、あとクリアファイルですね。でもアクリルスタンドはなんかこのまま取っておくのもありじゃね。作っちゃう。あ、作らないでってこと。なんか外すのもったいないね、これ。一旦このままでいいんじゃない我々は。そうそう、うん、なんか外すのもったいない。ホックンって毎度変わるね、髪型が。はい、ということで、まあこんな感じですよね、グッズは。誰かの3つです、ね、でもなんか新しいですね、このポロライド風とさ、うん、アクスタね。アクスタは初のグッズじゃない。なんでこれ、あの、守備表示してんの。なんか守備表示してんの。リバースカード。リバース一緒とじゃないの。うん、12の2。効果、メタルポットと一緒だ。初回版 B 僕開きます。通常版いきます。それじゃあ A、 あれ見たいね、横浜市 A とか。あー、歌とかね。歌詞カードシンプルだわ。ほんとだ、そんなにあれだね。でもあれだよ、アンセムだったからさ、アルバムだったから。あれはそうかそうか、シングルだもん、ね、シングルだから今回は。確かに、まあこれはもうあれですよね、いい感じですよね。いい感じですよね。まとめてきた。じゃあ DVD 見てこいよ、早速。はい、初回版 A からちゃう。あれ減量中じゃなかったでしたっけ。じゃあ行きます。よっしゃ、初回版 A の DVD ミュージックビデオ、ミュージックビデオメイキング、ソロムービー DJ ミックス再生。あー、いい霞ん時期だな。どこだったよ、お嬢出てんのかな、やっぱり。もう撮ってやん、メイキングで出んじゃない。え、今のこれじゃない。あれ、嘘。さすがにまあ同じやつじゃないだろうけど。でもあれか、ポラロイド出てくるから、うん、グッズも同じように作ったのか。うわー、この二人エモい。確かにあんま絡まないイメージだもんね。慎太郎くんって MV だけどふざけるよね、今のノリとか。あれ、これあれじゃん、パート2というか。あ、いいメロじゃん。本気だ、本当だ、本当だ。 YouTuber ないとか。これドームでやったんでしょ。うわー、マジでこれ、なんか卒業式とか使われそうな勢いだけど。確かに、これだってアカペラでしょ、ドームで。最高じゃん。おお、パパじゃん。かっこいい。何がジェスターカット。何が、ね、最後のジェシーさん、あれどういうこと。ねえパパ、変身場所も伸びたな。ホックンのボケが潰れた今。ジェシー君に知らん、伸びたな。うわー、かわいい。こんな子供と嬉しいだろうな。かっこいいお兄さんだって思うよね、子供からしたら。そうだろうね、一生思い出残るだろうな。今日もさ、ちょっと人見知り発動してる。頑張れ、渋谷君。朝かな、これでももう、真朝だろうな。っぽいね、確かに。チュンチュンしてるもんね。うん。みんなダウン着てくからな。1、2月ぐらいだから。寒いよね、多分ね。そっか、まあ、朝から晩までやるもんな。撮影。慎太郎君ってこう、等身大だよな。なんか、ラーメン食ったとか。身長高えな、慎太郎君。だから2人、なんか新鮮なんだよな、こう、ツーショット。前のあの、三鷹もそうだけど。だからね。2人組で誰が一番イメージある。スエズじゃん。ジェシー・シンタロウ君。あー、確かにね、スエズの印象高いわ、でかいわ。キャモさん、ジェシーさんってあんまイメージないから。あー、確かに。あー、そういうこと。暗闇で中のセットのそこじゃないんだ。うん、外なんだこれ。すっげえ。あー、そこだけ照らしてんだ。すっげえ。すごい演出だね。うん、箱にシワを引いてんじゃねえんだ。物々のシワなんですね。すっげえ。慎太郎君全然上着着ないけど、ね、マシュマロボディだから。顔ちょっと山ちゃん出てるんだよな。おー、ソロすごいね。でもソロカットも撮ってさ、すげえな。しかも今回2人全員後ろにいるじゃん。クリックとかさ、1人だったじゃん。テレバージョンで撮ってくんだ。すごいね、これは。
すごいな、でもこのソロもさ、細かい、この人がここ歌ってるって分かるもんな。撮影めっちゃ大変じゃない全員入れてるの、結構時間かかるよね。でカットも何個も撮ってんじゃん、ズームと。あ、待って来ました。お、VJMV? クラブストーンズへようこそ。当日はパソコンのクラブストーンズを楽しみいただけるような VJMV となっております。これは DJ ミックスボリューム1。わーお、え、これ新曲じゃないでしょ。え、ビークレイジーはいつ出たやつなんだろうね。なんならあれ昔じゃない。うわ、これめっちゃ大変じゃん、こんなの一曲ごとに作ってる。そうだよ。贅沢じゃね、そう考えると。これ贅沢だよ。1枚の CD でこのいろんな曲聴けるわけじゃないでしょ。今のところジェシーさんはめっちゃ好きなんだけど、ザーのところ、ザーって言わないの、ザーって、ザーって。すげえなー、ボリューム1の一番終わりの曲見てくださいよ。で今のこれあれっぽくなかった、これあれなかった、マーベルの丸のあれだった。はい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 、最後のやつハリーポッターじゃないの。はい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 。ハリーポッターじゃないの。ハリーポッターでしょ、アズカバン。アズだ、あの、あるよね、合言葉がね。うわ、やべ、忘れちゃった、なんだっけ。え、忍びの地図だよね。ピーター・ペティグリューってね。あー、この曲いいね。で、最後の曲何？ザット・ウェップ。次、多分ペイ好きじゃない。イエイ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 来ましたね、これ。ランバンバン、ランバンバン、ランバンバン。はいはい、チュー・ヒーガスラ。うわー、スペードが聞きたかったな。うん、あそこやってないのか。これ見なかったね。見たかったわ。あー、ウェーブクラッシュか、これ。そう考えると、俺らマジで楽曲ほぼほぼ制覇し始めてきてるな。でーん、ウェーブザーズ、ウェーブザーズ、すげえよな。これって別に新しい曲じゃないのに、きっと未だに盛り上がる曲のなんかナンバーワンぐらいになってる。バズリズムの時のあのソロの踊るシーン、これだったらしい。綱引きだったらしい。ああ、いやー、歌った。ルーツクラまで聴いちゃったからな。え、まさかで後半の新曲聴いちゃったりして。おー、終わっちゃった。そう、え、終わり？え？どうでした？ I've got something incredibly funky